とありがたいが。手を、いや、シールドを貸してやってもいいぞ。せっかく共に戦ってるから、今回だけはお願いする。我々の評判程度では、このチルドレン・オブ・リリスとやらは怖がってくれないらしい。私を見て学ぶの、友よ。少しは助けになるだろう。ありがとう。今度は卑劣に戦おうというわけか。残念だが、君に勝ち目はない。どうしたようだ。興味深いな。敵の態度そのものを変える魔法か。タイタンのエロスのように超常的な力で人心操作するような術ということか。あと10秒以内にできないんだったらもう頼まないよ。私の動きについてこい。今のは別に得意技じゃないもんな。行くぞ。見事だ。そうやってエロスについて考えてる間に、とりあえずでかい岩でも投げつけるのはどうだ。ああ、いいんじゃないか。